アセンション軍はアメリカ合衆国ルイジアナ州の中央部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は10万7215人であり、2000年の7万6627人から39.9%増加した。州内で最も人口成長率の高い軍の一つである。軍庁所在地はドナルドソンビル市であり、同軍で 人口最大の町はゴンザレス市である。アセンション軍はバトンルージュ大都市圏に属している。南北戦争の間、南軍の大きな心配事は脱走だった。ヘンリー・ワトキンスワレンは州知事になる前にバイユータッシェ周辺で8000人以上の脱走者と徴兵器飛者がいると報告した。リビングストン軍セントタマニー軍及び、 アセンション軍では1200人ほどの脱走兵がいた。軍内の農園主は後にゲリラによる襲撃に苦情を言った。1864年、農園主の W.R. ホッジスが兵士たちに農耕中の畑をそのような攻撃から守るよう要求した。歴史家のジョン D. ウィンターズはその著作ルイジアナ州における南北戦争で北軍の兵士が意のままに奉公し、 見つけたものは何でも自分のものにすると非難されたと説明している。アセンション軍は昔から民主党の地盤だったが、昔からの住民が民主党の国政に不満を抱くようになり、新しく入ってきた住民は政治的に保守派だったので共和党の地盤に変わってきた。2000年以降、軍内で1万4000人以上の有権者が新たに登録され、 そのうち1000人足らずしか民主党を支持していない。登録有権者の数では民主党が28,181人と共和党の16,218人を上回っている。このほか州法で認められる無党派も13,052人いる。軍登録官のロバート・ポシェは2007年のアドボケート紙で無党派の人々の投票動向は 保守的になることを歴史が示していると語った。アセンション軍には独立はとして登録した有権者も少数だがいる。2007年4月時点で、リバタリアン党31人、改革党33人がいた。この時点の総登録者数は58,221人だった。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は303平方マイルであり、 このうち陸地292平方マイル、水域は11平方マイルで、水域率は3.75%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。アセンション群群積見編入の町は、アベンドなど41を数える。群内を流れる水路としては、アリゲーターバイユー、エイミート川、バイユーマンチャック、バイユーラフォーシェ、ミシシッピ川、 ニューガーはスパニッシュ湖など数多くのものがある。アセンション軍教育委員会が地元の公立学校を運営している。他に私立学校もある。アセンション軍の2つの都市、ドナルドソンビルとゴンザレスでそれぞれ新聞が発行されている。ゴンザレス・ウィークリー・シティズンは各週発行の新聞であり、ゴンザレス・ウィークリーとアセンション・シティズンが合併して作られた。 ドナルドソンビルチーフは1871年、創刊であり、軍内でも最も長く継続して、発行を続けている。AM ラジオ局が、ドナルドソンを本拠にしている。これと、www.globnlradiokkay.com が、地元牧師と、教会からのプログラムや、高校スポーツの番組を流している。ありがとうございます。